今日の、動画はですね、僕が作った、めっちゃ冷たい、なんと熱伝素子クーラーですね。熱伝素子クーラーって、まだちょっと作動したばっかりなんですけど、もうすでにね、結構冷たい風出てます。はい。なので次回はこれの特集をね、したいと思います。めっちゃショートですけど、ありがとうございました。